はい、どうも、タクタクです。おしまいノートをやっていきましょう。前回の続きから、この辺で停電が起きたようですね。どうした？よそよそしい。雨が降り続いている。お、天候の占いコーナー。あ、これあれじゃん。あ、また？あ、これ、行けってことかな？これ、これを。サルボボ人形。これ関係ない。え、何すればいいわけ？これ。停電になりました。ブレーカーを上げましょうって。あ、なんかいるんだけど、ここ。水を捨てますか？え？いいえ。あ、じゃあ水、はい。注ぐ、はい。どういうこと？あ！スマホが鳴ってる！あ、出ろと。非通知？何？これ何？一体誰か、なんて書いてんのこれ。もしもーし。赤子の鳴き声。あ、ひー。なになに、何の電話だったんですかお姉ちゃん。ただのいたずら電話なのかな。10年前の事件でしたね。今の、現在とオープニングであったやつ。ちょっと動画見て気づきましたけど、みんなは気づいてたと思うけど。赤ちゃん、子供の泣き声なのかな？あれかな？ 10 年前に死んだ子、赤ちゃんだったの？え、どうだったんだろう？電話、通知。声からちょっとセーブしとこうか。んで？お、なんか聞こ、何これ？何これ？なんで？ノーリアクション。ここ、違和感。これ雨の音かな？ダンベル。何キロ持ってるか。ダンベル何キロ持てるかな？どっかで聞いたやつ。これあれだな。すごいパソコン関係だな。ラズベリーパイっていうちっちゃいパソコンなかったっけ？うん。ダイヤルキー。暗証番号はわからない。これなんか光ってんだよな。あ！馬？奈良公園？これ鹿じゃ。あ、鹿だ。鹿でした。にやここで。おやすみ。寝れません。まあ、まずはじゃあ。あ、なんか、イモジャさんの配信かな。小さいテレビ。やりません。月見ちゃん、お父さん譲ってもらった。どこ？あ、ベランダ？あの石だよね。わ、これ自分の部屋、はい。急に怖え。わ、これ、リラックマエットあれやん。黄色い鳥やん。まさかお姉ちゃんお人形を抱きしめないと寝れないんでしょうか。違うよ、たまにだけだもん。たまにね。プロフィール帳。あ、ヤドリギヨウカ。1月11日生まれ。好きな科目国語。嫌いな科目数学。所属クラブ写真部。嫌いな食べ物 C だけなんだ。へぇ。ヤドリギ月見。クラブはパソコン部。うん。好きなのアドベンジャータイムってあれでしょ。ちょっとキモいワンちゃん出てくる。キモかわいいやつ出てくるでしょ。あれ面白いよね。なんだっけ、名前。まあいいや、そんなことはいいんだよ。ボニョボニョ。果物かご。シノノオト。若草物語。小工場。セーラ。砂糖菓子弾丸。これ何すりゃいいんだろう。ブレーカーあげりゃいいのかな。ブレーカーって大体さ、お風呂の上とかあったりしませんか。あ、これ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 。水のトラブルは494494。即日修理受付中。しくし。抑止、抑止。わかんないけど。これなんか関係ないわけ？何してるんですか？何もしてないよ。電子レンジ？スマホ？母にかけてみる。
お、出た。もしもし、ヨカナの。お母さん、今帰りなの？うん、帰ってるとこだけど。おばあちゃん元気してたわよ。またヨカに会いたいって、月見ちゃんにもって。また今度おばあちゃん家行けたらいいね。月見ちゃんも若すぎてごめんね。私お姉ちゃんだから大丈夫だよ。ヨカ行って助かるわ。電車が来たわ。また後で電話するわ。家が停電な。お母さん、まだかな？のんきに電話してる場合か。ドクター博士、ちょっと、電話してみましょう。今週誰なんだよ。お、出た。私はこのゲームヒントを知らせる AI ドクター博士です。あ、そういうこと？ご質問はございますか？ドクター博士に電話するとヒントを聞けます。謎が解けない、困ったらアイテムやスマホを活用しましょう。6つの数字を、見つけたらスマホの通信で入力してみましょう。あとは部屋を隅々まで調べましょう。なるほど。じゃあ今俺が困ってるのは、これは部屋を隅々までまだ知らん！スマホのライトが消えた。なんで電池はまだあるはずなのに。どうしたもんかね。あ、つついた。ただの接触不良だったのかな。ってあれ？月見ちゃんがいない。月見ちゃんどこに行ったの？なんか新聞みたいのがある。そして。何これ？小3児童転落死。虐待を苦に自殺か。N 県。長男が自宅の2階より転落して死亡した。大雨だったので手すりより滑って落ちた事故と思われるが、後日母親の息子への虐待があったことが発覚。虐待を苦にした実、もしくは母親の事故に見せかけた犯行の可能性も含めて調査している。長男の死亡は9月31日の朝。9月31日ってないよね。今カレンダー見ましたけど。こんなのがあったと。転落死虐待。20年前で、しかもこれ、生駒市の事件。あれ、20年前？この時期、近所で昔起きたのかな？どっか見覚えのあるような。虐待。痛い、痛い。肩が痛い。寒いから体が重いような。うわ、襖が突然。出られない。誰か開けて、月見ちゃーん。お姉ちゃん？月見ちゃん？おー、いた。どうしたんですか、お兄ちゃん。どういうわけか、和室の襖が突然閉まっちゃって、それにぴったり乗り付けされたみたいに開かなくなってて。そんなオカルティックなこと。お姉ちゃん、私はからかおうと大根芝居をやってるんですか。違うよ、本当に。なんか鳴き声が。今、何の声が？へ？なんかいるぞ。おわーんあーん。月見ちゃん、そこに何が？助けてお兄ちゃん。あ、青いのが。どうすんのこれ。わわわわわ。うわー、逃げてる。月見ちゃん？月見ちゃんがここから出ないと、早く。セーブしてるわよ、これは。これじゃないの？これ。関係ないんだ！え、知る場合か！どうすればいいの？あ、取る、はい。あ、これ連打ゲーだ、連打ゲー。連打ゲーだった。あ、なんか落ちた。これなんだ？え、知るか！連打ゲーでした、連打ゲー。あれ？ 全然ダメなんだけど。まさかのここ？え、違う、なんか、あそこに違和感があったから。なんで開かない？なんか足りないのかな？これ。あ、メモ用紙見ればいいのか。あ、1945。ずっとやってた。開いた。ドライバー？これで。えい。開いた。あ、これ、月見ちゃんから離れろ！うわー、逃げなきゃー。逃げろー。いや、逃げろ。こっちか。こっちか。ゲームは？え？バースデイエンド。どういうこと？あ、どういうこと？これ なんか、あ、どういうこと？閉じ込められた。
水を飲む。食塩まく。舐める。 0% 戻ろダメみたいですね。あ、記憶の玉って何？なんか、まあいいや、とりあえずいいや。ゴンゴンする。ゴンゴンして、で、メモがあるから拾う。で、メモ用紙見る。1945を、1945、早く。で、これ一回セーブだな。で、これで、えい。なんかやられてんだよね、これね。逃げなきゃ、玄関開いてないのかな。これきつ、あえ、これゲーム、ダッシュできる、これ。もしかして。ちょっと俺がダッシュ知らなかっただけで。え、あれどうやって避けんの。襲われてるけど、ここ開くのかな。では、どこに逃げろと。逃げなきゃ。お風呂の中。あーれーえ、どこに逃げればいいんだろう。でも、多分ベランダだな、ベランダ。ベランダに逃げよう。最悪ベランダ。ベランダで負けるから。頼むよ。うらっかーって、なんでよーむず。俺はベランダに逃げる、でも。絶対ベランダだと思う。扉が、あれかな？窓が、もう一つの方だったかな？おら、斜め移動で、あれやこっちかいけた。はぁ、あ、はぁ、あ、来た。石蔵で逃げてきたけど、ここは2階。はぁ、あ。うわぁ、あ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 ぁ。どうした？あ、どうした？どうした、どうした？なんとか巻いた。ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんベランダで気絶。お姉ちゃん、お姉ちゃんしっかりしてください。うん。あれ、月見ちゃんが大きくなってる。まるでいつも私が小さいみたいな言いぶりですね。あははは。そういえばあれは、お姉ちゃんを見てたんですか、あの影みたいなやつが。あれは何だったんだろう。私もよくわかりません。気づいたら追いかけられて気絶していて、目が覚めたら今度はお姉ちゃんが気絶していたという低たらくでしたから、まるで夢みたい、見ていたみたいな。夢？う、肩が。お姉ちゃんも肩が痛いんですか？お姉ちゃんもって、月見ちゃんも痛いの？昔のアトピーの跡がちょっとうずくんですあ、そういうもんかな、アトピーの跡って。月見ちゃんってお愛子だなんて、やっぱり姉妹だね。姉妹ですか。でも私たちはクシュン。あ、血のつながりがないのかもしれない。わはは、風邪ひいちゃったかな。とにかくお家の中に入りましょうか。そうだね。腹違いの子みたいなことですか、これは。連れ子とかお父さんかお母さんの。あははははは。せっかくお風呂に入ったのにまたずぶ濡れになっちゃった。また入れば。電気もつかないし、今日は散々な一日だね。あ、なるほど。つかないのか。散々じゃ済まないレベルです。ゲームのセーブデータが消えるぐらいひどい仕様です。あの影は何だったのかな？私たちの妄想だったのかな？妄想なんかじゃないはずです。私たちは確かにあれに襲われたんですから。何かは動物だったのかな？それとも、幽霊なのかな？幽霊なんているわけないじゃないですか。動揺してる。月見ちゃんがいささか湯が多すぎないかな？とにかくこのままじっとしているわけにもいきません。どうするの？月見ちゃん。こういう時には頼りになる人に助けを呼ぶんですよ。頼りになる人？お母さんに電話です。月見ちゃん、それってただ単にお母さんに甘えたいだけじゃ。私は甘えん坊将軍じゃありません。トゥルルー。お母さん、雨がひどくて帰るのが9時に回るって言ったけど。でも、こういう時は大人の人に相談するのが正しいのかもね。さっきの、あ、何？ん？なんでもないです。とにかくお母さんに電話だね。こう忘れてた、このゲームのメッセージが出る仕様。とりあえずママに電話しましょう。ママはっは。もしもし、ようかなの？あ、お母さん、どうしたの？ずいぶん震えた声になってるみたいだけど。うん、ちょっといろいろあって。
何か問題でもあったの？説明しにくいことなんだけど、実はさっき、あなたはどうして何もできないの？何これ？どうして私の心を逆なでするの？これあれかな？二進法で表現した母っていうことなのかな、これ。パソコンのなんかそういう情報的なものは二進法で全てなるって聞いた。1と0でね。これ母っていう意味なんですかね。わかんないけど。どうして、違う意味かもしれない。どうして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 、ロして。どうしよう、どうして どうしよう。お姉ちゃんどうして、どうでしたか？それが、突然お母さんの声が変になっちゃって、それで電話も繋がらなくなっちゃって、そんな、嵐のせいで電波が悪いのかな？パソコンの Wi-Fi も繋がらない感じです。これじゃ助けが呼べません。まあ、電気がね、あれですからね、来てませんか。大丈夫だよ。別に陸の孤島ってわけじゃないんだし、家から出て警察に助けを呼べばいいんだよ。警察に何て説明すればいいんですか？そこはまあ私のコミュ力で何とかするんだよ。とにかくまたあんなことがあったら。お姉ちゃん、何よりも月見ちゃんが大事だしね。私もお姉ちゃんが危険な目に遭うのは嫌です。月見ちゃん。別にお姉ちゃんのことが好きとかそういう話ではないですからね。うふふ、そういうことにしておくよ。お、これでまあ、じゃあ次は助けを求めるって感じですかね。はい。といったところで今日はこの辺にしておきましょう。結構、なんだろう、まだ全然、なんだあいつみたいな。赤ちゃんだったよね。でも落ちたの小3くらいの子だったよね。出てきたなんか青いのは赤ちゃんっぽい鳴き声で赤ちゃんっぽいハイハイだったけど、なんだろう、なんか関わりがあんのかな。はい。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。